8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスではなく新実況モード栄冠9始めていきたいと思います。この栄冠9っていうモードは高校野球の監督になり選手を育てて甲子園出場優勝を目指す、そういったモードですね。ではやりながら、説明していきますので始めていきましょう。はい、ではまずこの年代選び、この年代選びっていうのは右側のその時代の選手っていうのが、出てきます。どういうことかというと、まあ、生徒選手として、右側の選手たちが転生 OB 転生プロになって、1年生2年生3年生そういった感じで出てくるんですよね。なので狙った年の、まあ、その特定の地域でやればこの選手たちが出てくるということです。でも僕そういったことはしたくないので、シンプルに2016年から、ランダムに出てくる選手を育てていきたいと思います。ということで2016年で、都道府県選びですね。これ僕今回テーマストーリーを決めました。東地区の東東京代表でやります。まあ、テーマとしては、島流しになった、監督が、その島の高校野球部を甲子園、3年以内に甲子園出場、5年以内に甲子園優勝を目指す、そういったストーリーでいきたいと思います。ということで、東東京代表でいきます。名字はね勝手に最初入ってるんだよね。ニックネームもちろんハッチチャンネル、ハッチでうちの猫の名前、これでいきたいと思います。そうですね、これで、高校名はですね、事前にアンケート、ツイッターの方でアンケートを取りました。たくさんの候補名の中から一つ絞るのは、僕一人で決めるのではなくてアンケート機能を使って、視聴者さんみんなに、決めてもらいました。猫八高校、ペットの猫そしてハッチ、どっちも重なって素晴らしい名前決めてもらいましたね。嬉しいです。ということで初期設定はあまり長くしたくないので、ここのね頭文字 H だけ変えてこれでいきたいと思います。はい、スタート。さ、どんな1年生入ってきたでしょう。天才くんいるね。天才くんバスター、打ち方7条ですかね。一塁手7条っていうのか、7条。弾道1ミート E の46 DDDCC ということで、天才くん田淵、おお、こっちも天才 OB、 天才 OB 入ってきましたね。これ頑張りましょうか。この年3年後、すごい期待。2年後か。でも投手がね、ちょっとね、期待できるかどうか、調子極端、リリース、どっちも調子極端か。はい、ということで、おミートが高い。西野君、田淵も入ってきたんで、これはなかなかの期待ありますね。よしよしよし、天才君と田淵。2人育てていきましょう。同じ学年だからどっちを育てるか、どっちもプロ入りはさせたいですね。ということでいきましょう。桜舞う春4月、一人の男がとある高校の野球部監督に就任した。目指すは強豪、そして名門。彼が率いる野球部にこれから一体何が待ち受けてるのだろうか。ここから新たな歴史の1ページが始まる。いざ予感、全国制覇という名の栄冠を勝ち取るためにということでやっていきましょう。おお、早速赤マス。はい、これマネージャーですね、この子。他の実況者さんたちも同じように結構この辺はスキップしてるんで、まあのんびりとやっていきましょう。で、僕の動画ですね、他の実況者さん見てて30分ものが多かったんですけど、栄冠9の動画ちょっと30分だとね、見るのはちょっと辛いかなと思うんで、15分ぐらいで区切っていこうと思います。
まあ、なるべくね短いのを小出しにしてってね、見れる時に見てってほしいなと。途中再生とか探すのがめんどくさくなりそうなんでね。はい、新入部員田淵はなかなか見込みがありそうだ。田淵だけじゃないよ、7条ね、7条じゃなくて、あいつも天才だからね。さあ他の学年も見てみましょう。守備、機動、打撃、総合力は D ですね。初期 D って普通か、 F ってあったかな、 E、F ってあったっけ。他見ていくと、バーっとして、強そうな選手他天才いないよね。七条が天才、他いないですね。内気が一人だけか。あーちょっと考えどこだね。ということで、まあのんびり見ていきましょう。3年生152キロコントロール C、 スタミナ F。 ちょっと変化球少ないかな、球速はいい感じ。さ残りのピッチャー、2年生も1人か。1年生が2人入ってきたけどあまり能力高くなかったね。3年生キャッチャーは残念ながら2年生も同じで使うことはないだろう。こっちの田淵がいるからね。アーチスト、威圧感最高じゃないか。 こいつも調子極端か。はい、奥田さん一塁手奥田さん、そうだね、こいつ天才、天才くんもどう育てていくか。やはり一塁手なんでパワーミート、そっち重視でいきたいと思います。杉谷、お杉谷ってあれかな、日ハムの杉谷のことかな。天性プロ、日ハムのあの中田にいじられてる杉谷じゃなかろうか。ということで、あーでも3年生か、2年生だったらより、使いやすいんだけど。あー七条ちょっと学力が低いね、新潟出身。ちょっと特殊能力とか取るときに学力って結構重要になってくるんで、田淵 C、 まあいいでしょう C ならね。ちょっと学力も上げていきたいところだ。西野ちょっと低いな、戸田、杉江、チャンス A、 オール F、 津田、まあこんなもんか。2人、転生プロ、転生 OB がいて、プラスの天才だからね、計3人いますから、初期状態としてはなかなか優秀じゃないかな。キャッチャーもいるしね、あとは投手が1人欲しかったな。投手をなるべく多く、使っていかないと勝ち進むには難しくなってくると思います。で、軽く説明していくと、今練習実行ってところお任せになってます。これ月初めに交換ができることになってますね。なので4月は完全にお任せになってます。ということで4月は何もできないからお任せで勝手に上げてくれる。あとアイテム、こんないろいろあります。まだ全然やってないんだけどね、これ、まあ、パワープロ2016、ログインしたらその度にログインボーナスがもらえます。それでコツコツ集めただけですね。半年間毎日、サクサクセスやってるんで、その度に、パワープロ起動して、アイテムだけ回収してました。なので結構いろんなものがありますね。で一番重要になってくるのは選手の能力上げていくのにグラウンドのレベルなんですよ。今グラウンドのレベルを見てみると、グラウンドレベル1、これはねマックスが99だと思うんだけど、1だと全然能力育ってかないです。これまあ今回目標ね、3年以内に、甲子園出場、5年以内に甲子園優勝っていうのを目標にしてるんで、グランドレベルはねアイテムを使って、どんどん上げていきたいなと思います。まああれですね、 OB が、揃ってくればね、いろんな OB、 ミゾットスポーツとか、あとはプロとか、ならずもの、あとは一番強いのはやっぱり女子マネージャーが、アイドルになる、それが一番強いと思うんで、それを狙えたらいいんですけど、それうまく狙えないとは思うんで、まあ1年ずつゆっくりまったり、じっくりやっていきたいと思います。ということでまずはグランドレベル10まで簡単に上げるために土使います。レベル2アップ、はい、どんどん使おう。はい、5つ使って2×5、10上がったんで11になったと思います。グランドレベル11ね、よしよし。でまずはこれ起用法、チーム方針、バランス重視、ヒットエンドランは多くしとこう。スクイズも送りバントも普通でいっか。で起用法杉谷とか丸になってるし、そうか天性プロだもんね。まあで
ここですね。早速1年生2人、天才と田淵入ってますね。杉谷どこ行ったよ。あ、いたいたいた。OK。で、なるべく3年生、この年の3年生、2年生、あまり使わないで、なるべく1年生たちをね、使って、チーム勝たせていきたいなと思います。信頼度がすごい重要になってくるんで、って言ってもな、1年生、どっちを使っていくかですね。127、124。スタコンが残念すぎるな。まだ2年生の方が使えるのかな。いや、そうでもないか。じゃあ2球種、いやー、2球種の諸星くん育てていきましょう。ということで1年生をスタメンに4人。西野どうよ。3年生はね、杉谷だけ使えばいいと思うんだよね。残りズバ抜けて、ね、まあ、キャッチャーいるんだけど、田淵使っていきたいんで、ちょっと残念だね。もったいない。そうだな。そんなもんか。ショート。ショート。いや、3年生2人。あ、こっち3塁変えよう。3塁誰がいる？こっち。よし、3年生2人の、1年生4人、2年生3人。そんな感じで、スタメンは組んでいきます。さあ、サクッといこう。サクッとね、チーム状態とか特に見る必要はないか。では、パネルどんどん進んでいきましょう。赤マスはね、まあ見てみると嫌な予感がする。これサクサクセスと一緒ですね。青マスがプラスマス、赤マスがマイナスマス、そんな感じです。で、この星印、スケジュールの参考を予定しています。これ今赤マスが多いんで、2歩進んで進行、これルートが3つ出てくるのかな。上と下に、出てくるんで、それで種類を増やしてより動きやすいようにしていきたいと思います。複数プラン。さあ、でね、これ同じ数字のカードばっか持ってるとね、動きにくいんですよね。固定されるのはとても動きにくくなってしまうんで、なるべく違う数字を、手持ち持っていたいね。はい、ということで、あ、これ真ん中にねいるおじさん、これ、あ、見れない。これ多分ねスカウトだと思うんだよね。このおじさん見れない、ギリギリ見れない。でもスカウト行くにももったいないので、これは下行こうか。いや、この黄色ってなんだっけ。あ、効果が抜群になる、効果が抜群になる、ポケモンみたいだね。投げ込みして上行こう。で、4行って変化球の投げ込みアップさせましょう。あ、で、緑マス、これは体力回復になります。僕ですね、この栄冠ナイン、2007年発売のパワープロ14、あれをですね2150年ぐらいまでプレイしたんですよ。まあ、大体140年ぐらいなのかな、プレイ年数的には。相当やってたんで、あの流れとしてはだいぶ覚えてます。ただ久しぶりの栄冠ナインなんで、だいぶ忘れてるところはありますね。仕様はそんな変わってはないと思うんだけれども、まずは、甲子園出るためにいろいろね練習とかさせたりするんですけど、信頼度が一番重要になってきます。その試合の時にまた説明するんですけれども、その信頼度によってその数字1から5があるんですけど、それがより高くなるんで、信頼されてればされてるほどいい結果、いい数字、高い数字で、結果出してくれると。能力っていうよりもそっちですね。この緑マスは体力回復、うまくね体力回復させていきましょう。1と3ばっかだな。で、僕のパート15分ぐらいで区切っていきたいので、まあ区切りのいいところ見えたらその辺でやめようかなと。どんどんとね小出しで毎日投稿していきたいと思います。性格によっていろいろあると。で、栄冠ナインの最強な性格ね、内気、試合の時に効果がものすごい、後で多分出てくると思います。でも内気性格1人だけだったかな、確か投手。田淵が守備アップで、1ヶ月単位で、お、諸星くん、諸星くんって投手の、1年生だよね。
練習を休ませる、もう少し気分転換に勉強させる、勉強させよう。学力が上がった、信頼度が上がった、よしよしよし、信頼度は重要だからね。これで2行こうか、2行って3で赤マスと赤マスの間に止まり、よしみんな休め。で最初の1年目ってね、あのスキップができないんですよね。なのでちょっとじっくりゆっくりやっていきたいと思います。素振り OK、 平林テンションアップ、よしよしよし。でこのテンションっていうのはね、だいぶ変わってくるんですよ。練習効率アップで、練習効率アップ、これさらにあるとよりね強いです。でこれ特訓、特別特訓、これですね、特殊能力をつけられる可能性があるんですよね。これをうまく利用していきたい。で特能が取れるかどうか、難しさが星で表されるんですけど、その星もね高いほど難しいのは分かるんですけど、あと学力がね、高ければ高いほど成功しやすい、そんな感じですね。はい、ということで毎月1日に、練習指示ができます。で弾道だけね、勝手に弾道が1上がったらお任せに戻ってしまう、そういう仕様になってるんで、そこだけね気をつけていきましょう。まずは楽ちん指示で、みんなまず弾道3まで持っていきます。これ僕の、まあ、やり方ですね毎回。ただ杉やな、これ今弾道上げるのはもったいないからパワーにしよっか。転生プロだけどちょっとやはり杉や能力がちょっとだけ残念だね。で田淵はもう弾道4なんで、こいつすごいね、1年生でこの能力杉や超えてんじゃんでパワー、田淵はやっぱりパワーと肩ですよね。そこを、うまく上げていきましょう。で内山くん、君はねパワーあるのになぜ弾道が1だ。よし代打で起用してあげよう。あとはそんなもんか。弾道もう一人天才の四条くん、君も弾道だね。で、投手の指示は変化レベルが、あこいつ上がったのか、11、あこいつ2年生か。11はね、あの変化球打たれやすい、今回の、栄冠9の仕様になってるみたいなんで、変化量1っていうのは覚えない方が逆にいいと言われてますね。なので変化球を磨くで、1を早めに消しに行きましょう。スライダーどっちだ、これシュートか、高速シュート上げましょうか。で、沼田くんも変化球磨こうか。君はね2年生でしょ、ちょっと先球速上げてて。で、3年生平林くん、君はねスタミナがなさすぎる。でも君リリーフ中心になりそうなんで、球速そのまま上げててもらいましょう。ということでこの練習指示は終わりましょうか。お次はミート1ということで、区切りいいんでこの年、この月で、終わらせたいと思います。このパート第1パート終了、お疲れ様でした。ご視聴お疲れ様でした。動画説明文にチャンネル登録ボタンの URL が貼ってありますので、そちらからチャンネル登録をお願いいたします。同じく Twitter の URL も貼ってあります。動画の最新情報などはこちらをチェックしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。